孫権たちは敵には織田軍の狙いは直虎殿の腕輪、何としても直虎殿を守り抜かねば。その腕輪は貴様たちに扱えるものではない。おとなしく渡してもらおう。先頭を乗せるは恥だが、もうえん。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。よし、頑張れ。なられるなんて。無念の闘志を見せてやり。敵将、そこを動くなよ。じゃねえか。ソチがいてくれてよかった。私でしょ。いかな敵とて怖くないのじゃ。さあ腕輪をよこす。我らにはあの力が必要だ。渡すわけにはいかぬ。そうならば、ショウ元気、腕輪の持ち主を狙え。はいはい、ここでも俺は兄貴にこき使われるのかよ。結局私でしょ。師匠殿、言葉を慎んで。こんな状況でも相変わらずね。敵も意外とやるの。一度引き万全の状態に戻すとしよう。翔、この異界でも相変わらずのようだな。少年を叩き直してやろう。父上、元気、ここは任せた。俺は腕輪を取ってくる。ちょっと師匠だな。逃げ足が速い。相手も兄弟のようだ。気が抜けぬな。兄弟で一緒に戦っているんだ。私たち兄弟の連携もみんなに見せてあげたいな。敵ながらいい連携だ。肝心の私にはわからないが、兄弟ともそういうものか。私でしょ。そろそろいいよな。こっそり休憩っと。無理はよくない。一度戻るのも良さそう。ここに腕輪を持つ人がいるんだよね。僕も戦ってみたいな。さあ早く腕輪の力を使いなよ。僕を止めないとみんな壊れちゃうよ。あれは誰だ。あまりにも強すぎる。私のせいで味方がひどい目に。怖いですけど、腕輪の力で追い払わなきゃ。ナオトラ殿、お待ちを。あれはあなたをおびき寄せる罠です。やっぱりそうですよね。でも皆さんにこれ以上迷惑はかけられません。担当しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。まさしくもののくの鏡、見事。ナオトラ殿、私も行きます。少しでも手伝いたいんです。ナオトラ殿を一人にはさせません。我が槍にて敵の罠ごと貫いてみせん。仲間のためなら強敵にも挑む。ただの無謀か。それとも、すまない、及ばなかった。僕はあなた。腕輪を持つ人って君。はい、私がお相手します。だから
僕が興味があるのはその力だから。ここは私に任せてください。皆さんは他の仲間の援護をお願いします。ナオトラ殿、承知した。打ち取ったり、あなたの思いに全力で応えましょう。奴らは疲弊している。今こそ腕輪を奪え。懲りない子たち、今度は母自ら相手をしてあげようかしら。よくやった、褒めてやろう。やってくれるね。早く信長を追い詰めてよ。どういう意味ですか。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。資源、お前の底力、この私に見せてみろ。いいでしょう、父上。あなたに挑める機会など滅多にない。残念だけど、ここまでね。物分かりのいい子は好きね。思い通りになってくれて嬉しいね。ああ、もう降参、降参。煮るなり焼くなり好きにしてくれ。なん、遠兵として参上いたしました。クリア、クリア。さあ本気で来なさい、シリア。私を失望させないことね。母上、刃を抜けること、今はお許しください。この辺りが潮時か。降伏するとしよう。皆降伏してしまいましたか。こうなったら私が出るしかありませんね。まさしくもののふの鏡、見事。よし、違いだ。お前は我が子とさせてもらう。戦なき地平を見るため、あなたを斬る。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。よし、頑張れ。バカ息子たちの世話をしてくれてありがとう。もうあなたは帰ってくれていいの。家族で地獄を味わえるいい機会だったのに。簡単に終わらせるのぬるい人たちね。父上、ようやく会えたのじゃ。わらわの成長お見せいたしまする。あなたという人は、ですが、この状況ではやむを得ませんね。信長様、申し訳ありません。織田軍は何とか撃退できました。ですが、直虎殿がいなければどうなっていたか。私が非力なばっかりに。もっと力をつけて皆さんのお役に立ちます。仲間を思い、強大な敵にも恐れず立ち向かう。君たちは謙遜するが、これは皆の勝利だよ。織田軍はうまくいったな。